わね。私にも見せてよ。ちょうど通り道だし、食べて帰らない？お姉様はスイーツではなく、キャンペーンのマスコットが気になっていらっしゃるのでは？な、何言ってんのよ、クロコ。あ、私がゲコタのこと気になるわけないじゃない。お姉様ってば、ちーっとも素直じゃないですわ。私、知っていますのよ。先日通販で入手されていた、あのゲコタパンツ。限定品でしたわよね。あれは…てか、あんた、なんで知ってんのよ。ベッドの下にも、ゲコタのパジャマに、ペンギンやワニのお子様丸出しの下着まで隠していらっしゃいますものね。で、それをそこまで詳しく知ってるあんたは、覚悟できてるのよね。地雷を踏みましたの。クロコ！あんたの相手？よっしゃ！遅いですの！あんたの相手？もう逃げ場はありませんわよ。外しませんぞ。あんたの相手、全力で行かせてもらうわよ。まだやれるんでしょ。行こう、ウイハルさん。バカはほっときましょう。ああ、お待ちくださいませ、お姉様。あたしとやり合って、勝てると思ってんの？任せなさい。いいざーや。どうりでくせえと思ったぜ。てめえここで何してやがる。いやあ、しずちゃん、久しぶりだから挨拶しておこうと思ってね。言っただろ、二度とこの町に来るんじゃねえって。忘れたとは言わせねえぞ。だって俺この町大好きなんだもん。ほう、じゃあここで死んでも文句ねえよな、いざや。しゃ、うっす、やり、そりゃ、かまいたち参上。しずちゃん、まさか本気？でも残念、君には俺を捕まえられないよ。おい、待ちやがれ。どう考えても不幸に愛されているとしか思えない。昨日の夜中に雷が落ちて電化製品がほぼショート、冷蔵庫の中身は全滅だし、非常食のカップ麺は流し台にぶちまけ、外食のために財布を探したらキャッシュカードを踏んで壊す。最悪だ。結局卵の引き換え券が最後の希望だな。どうやって食っていこう。いい。ああ。
大切なチケットが全滅した。おい、そこのてめえ何しやがる。ねえねえお姉さま、私のスイーツも食べてくださいまし。クロコ特製納豆&クリームトッピングですのよ。さあ遠慮なさらず、さあさあ死ぬ。いざな、何ですの、危ないですわね。自販機を投げて私とお姉様の中を裂こうだなんて、卑劣な能力者ですわね。許せませんわ。ちょっとそこのあなた、私はジャッジメントの白井クロコと申します。器物破損および町の風紀を乱した罪であなたを成敗いたします。覚悟なさい。ああ、ガキは危ねえから首突っ込むな。早く学校に帰んな。あら、私を舐めたことすぐに後悔しますわよ。行くぜ。ジャッジメントですの、喰らいなさい。くそ、うわ、あんたが相手。尾行しているのではないでしょうね。んなわけねえだろ。俺もさっきのバーテンダーを追っかけてたんだよ。あいつが投げた自販機のせいで最後に残った引き換え券が全滅だ。って時は大のお嬢様に貧乏学生の苦悩なんて理解できねえだろうけどな。あれは町の警備用ロボット、騒動を察知してこちらに向かってきたんですわ。では私はここで失礼いたしますわ。おい、一人だけずるいぞ。俺は何もやってねって。自販機を壊したのはあのバーテンダーだって。不幸だ。あたしとやり合って勝てると思ってんの。
いて。いって違いすぎる。待たせたな。任せろ。大したことないんじゃない。俺たちの勝ちだな。私の実力見せてあげるわ。一応ありがとうね。今だ。黒くんだ。お前、あんたが相手。